真夜中を示す時計真夜中とは、夜の中間点であり、政子視野とも言う。真夜中の語は、深夜、深行、夜半と同様に夜深くの時間帯を幅広く指す場合があるので、夜の正十二時を言う場合は、政子を使う方が紛れがない。なお、政子の大義語は、正語で、昼の中間点を言う。現代では、どの文化や分野でも、 公式には光を政子とすることがほとんどであるが、天文学ではかつては、正午が光であった。百り薄日における日の起点が正午であるのもこのためである。昼の正十二時を正午の刻というように、夜の正十二時を政子の刻という。時刻を十二時で表したとき、日没と日の出の中間が子であり、日の出と日没の中間が馬だからである。 真夜中に相当する英語のミッドナイトも多義語であり、文脈によって意味が異なる。アットミッドナイトの場合は、マサコを意味するが、ザ・ミッドナイト・アワーズは、深夜を意味する。マサコを意味する場合のミッドナイトは、主に西洋文化を中心として、1日の終わりと次の、日の始まりを定義するのに適宜用いられていた、時刻である。これは、日が変わる午前0時と思われがちであるが、 天文学的には、日の入りと日の出の中間点は0時とは限らず、季節変動がある。本校では、ミッドナイトに相当する概念について、これらの点を単なる、夜や0時と区別する。ソーラーミッドナイトは、政子に当たる時刻で、太陽が天底に最も近づく時刻であり、夜のうち、日暮れや夜明けから最も離れた時刻である。 各地域の時間帯が存在する関係で、時計における時刻と太陽が四五線を、通るミッドナイトは厳密に外れていることが多いものの、数多くのサイトが太陽時での計算を行っている。このソーラーミッドナイトは、時間帯よりも、むしろ軽度に依存する。通常用いられる日付と時刻では、まさこが控えである。しかし、天文学では、 クラウディオス・プトレマイオスの創始以来、機械を称号とする天文字を使っていた。これは夜間観測中に日付が変わる不便を避けるためであった。そして、この天文字に対して、ま子に追日が始まる、普通に用いられる時刻系を常用時と称していた。天文字は紛らわしいので、1924年末で廃止され、 1925年1月1日以降は、天文学においても、常用時が採用された。このため、政子がどちらの日に属するものかを区別する方法が必要となる。24時間表記では、単純に0時を1日の始まりとし、24時を1日の終わりとすることで足りる。つまり、今日の24時と明日の0時が同じとなる。12時間表記は、アルメニア。 ギリシャのほか英語圏や南米に見られるが、正午にはヌーンミッドデーや12ヌーン、24時には、アイムイッドナイトや12ミッドナイトという表記を、することで区別をつけている。その一方で、コンピュータやデジタル時計においては、マサコは12時 AM を、正午は12時 PM を表示している。これらの表記法では、マサコと正午の区別は曖昧で不明確である。 実際、12時を表すときに、AM や PM を用いるのは、不適切である。そもそもこれらの略語は、アンテメリディアムと、ポストメリディアムである。正午は、前でも後でもないのであるから、どちらの略語を用いてもおかしい。同様に、まさこも正午から12時間前でもあり、12時間後でもあるので不適切となる。これらを誤解なく表すには、以下の方法がある。 24時間表記を使う12ヌーンと12ミッドナイトを使うどの2日の間かを明示する12時1分 AM や11時59分 PM をあえて用いる最後の方法は旅行業では一般的なものであり特に列車や飛行機のスケジュールに混乱を招かないために用いられる。なお、暦の上で1日の始まりとして異なる時刻を用いている宗教もいくつかある。 例えば、ヘブライ歴、イスラム歴、ユダヤ歴、教会歴では、日没時が1日の始まりである。多くの先進国、特に北米においては、1日の始まりとして2から5時の間を指す人が多い。これは、マサコを超えて、仕事をする労働者が多く存在することによる。多数のテレビ局もこの慣習に従って、広告をしている。イギリスでは、 テレビ局やラジオ局は午前6時を1日の始まり、終わりとみなしている。日本では、この時の次は、牛の時、牛の時をさらに4つに分けた第三国を牛密、牛密国と呼び、この時刻を草木も眠る時間とされる。この時刻は、影と火の境界である牛虎の方角を鬼門としたのが、時刻にも波及し、妖怪などが跋扈しやすい時刻とされた。また、 この時間は、日蓮召州の天台座が、ウシトラゴン行を行う時間である。ドイツ語では23時翌日の1時までのミターナハトを、ガイスターシュトゥンダと呼び、幽霊や悪魔、魔女の跋扈する時間とされた。旧来の魔術的な考え方では、ミッドナイトは、ソーラーミッドナイト、つまり、ソーラーヌーンの対象であるとされている。これは、実世界と別世界を、 光の近地点と暗黒の遠地点とに結びつけて考える思考軸となっている。こうして、ミッドナイトはカオス、死、光線の世界やミステリーを連想させるものとなった。最もひらめく瞬間は、仙骨が自ら現れる時だ、とも考えられていた。もちろん、ひらめきは上述のような暗黒と結びついていると考えられており、ミッドナイトには、霊魂、幽霊、 悪霊、悪魔が訪れるものだと思われていた。すべての超自然的な闇の生物は、恐ろしい夜行性の肉食動物を連想させるが、夜に出没し、その中間点、つまりミッドナイトに、彼らの能力は最大になると信じられていた。スラブの民話によれば、ミッドナイトは、七四賀が人の血を吸いに墓から起き上がる時間で、 破滅が眠っている人の息を止めに襲撃し、悪魔が罪人のところにやってくる時刻である。ポーランドのユダヤ教徒には、ミッドナイトは生きた人間に取り付いて、体を操る悪霊が民衆に取り付き、狂気を引き起こす時刻と信じられていた。夜が混沌や原始性という面を持つことから、別世界から召喚されるすべての行動は、 夜の最高点で行われるのが最も容易である。悪霊や悪魔のような超自然的な存在は、どの地域でも人間の召喚に応えることになっていた。それは死をかけた願いであり、基金の呪い、悪魔への服従や契約であった。魔術師、魔術、黒魔術などの行動は当時最も容易なことだった。複雑な儀式を要するという、 記されているものがある一方で、ある民話では、ミッドナイトに交差点で悪魔を呼ぶという非常に、単純で神聖でなくても良い方法が信じられていた。信頼できる時計がなく、時刻が確認できないような状態では、夜に鏡を覗き込むことさえも、悪魔が中から見返してくるために危険だと、考えられていた。また、ミッドナイトは魔術に用いる成分を集める時間、ともされ、 様々なハーブはミッドナイトに収穫すると最も効能があると考えられていた。キリスト教の民話においてはキリストが馬屋で生まれたこともあり、クリスマスイブとクリスマスの間のミッドナイトには動物が会話している。原子力科学社会法が発表している世界週末時計においてはミッドナイトを核戦争の時刻として象徴的に用いている。ミッドナイトは シンデレラのような民話にも見られるように、任務を完了する期限として用いられる。1日の時間細分の用語気象庁、時に関する用語。夜半の乱、0時の前後それぞれ30分間くらいを合わせた1時間くらい。1日の始まり国立天文台歴計算室、暦ウィキ1日の始まり午前と午後、国立天文台歴計算室暦ウィキ要素1日とは 午前と午後質問4から1正午は午前12時それとも、午後12時よくある質問ベスト5。自然科学研究機構国立天文台午前12時午後0時情報通信研究機構周波数標準化。1989年2月15日。ミストタイムフリークエンシー FAQ。月間日本語。第5巻。第7から12号。 P41 ありがとうございます。